皆さんこんにちは。今日は自宅からお届けいたします。のりブラックさんから虫がね出てしまって、土作りどうしたらいいでしょうかっていうご質問がありましたので、ちょっとそれにねお答えしていきたいと思います。今まで私が実地でね自然栽培の専業農家さん農業研修に入って実際ねお勉強させていただいて身につけたものですとか、そういうのの他に本をねいろいろ読んで知識として身につけてきたものもありますので、今回は参考にしている本のご紹介をさせていただきます。のりブラックさんからコメントいただいて気がついたことがあって、私のやっている自然栽培と多くの方がされている観光農法の違いっていうのは、自然栽培っていうのは土作りのウェイトがすごく大きくて、師匠から受け継いだ私の自然栽培っていうのは本当に定食してしまったら何もしないんです。何もしないって言ったら語弊があるんですけど、お水あげない、肥料もあげない、農薬ももちろんしないですよね。本当に植えたら芯を摘んだりとか脇芽を摘んだりとか虫のチェックをしたりとか、そのぐらいで、あとは除草作業ですね。だから本当に土作りのウェイトっていうのが大きくって、ああそうだなーっていう気がついたんですよね。まずやっぱりね、せっかく自然栽培でお野菜を育てたいっていうことでね、サラリーマンとかされてたりするとなかなか時間がなくて、農家さんのところに行って研修っていうの難しいかと思います。一番学べる方法としてはやっぱり本かなって思います。で、おすすめの本をねご紹介していきたいと思います。この野菜だよりっていうのがね、これのおすすめポイントなんですけど、この号はね3月号2015年の春号なのでだいぶ古いんですけれども、何が面白かったかなっていうと、作業のタイムラインですね。こんな感じで、ちょっとで詳しくは内容をね、お見せできん、しない方がいいのかなって思うんで、書籍なのでね。例えばですと、発芽の適温 ?23 から28度。で、生育適性が18から28度とかって書いてありまして、これまあ平均なんですけれどもね、こんな風に書いてありますので、今年みたいに春、ちょっと暖かくなるのが遅かったりして、もう発芽がしない。私もね、1ヶ月発芽ね、待っちゃったんですね。もうこういうのが分かれば、発芽適温じゃないから、まだ芽が出ないんだなとか、判断できますよね。もう少し経ってから、まあこう、逆に、今年の春は暖かくて、もう23度になってきちゃったから、もう撒いて大丈夫だなとか、そういう判断をね、つけるように、人間の方が季節の変動に追いついていないので、もうこういうのを見て、もう今年は不順でとかばっかり言ってないで、こっちでもね、どんどん季節の方に合わせて栽培していかないといけないですよね。この付録でね、有機栽培、土作り、畑の準備っていう別冊がついてきてました。有機栽培っていうよりも、私のやってるのは自然栽培なので、本当にその畑にあるものを使って、土をね、どんどん肥やしていきますので、こういう外から外部のものをね、なるべく入れないっていう栽培をしてますので、使ってなかったんですけど、有機栽培を目指していて、こういうね、堆肥を使ったりですとか、米ぬか使ったりとか、ぼかしとかね、EM 菌とかありますよね。そういうの使ってる方にはこれすごくね、良かったかなって思いますね。この野菜だよりという本。近年のね、天候不順なんかにも対応できるんじゃないかっていうことと、作業のタイムラインするわけでね、畑のね、土作りの準備なんかも書いてあったので、こういうのバックナンバー多分ね、あると思うんで、ぜひね、ご興味ありましたら、バックナンバー、それから、最新号もね、年間栽培マニュアルっていうことで面白そうだったので、年間定期購読の方にはなんか特典とか言って、小釜ですね。私が、この間、除草で使ってた小釜ですね。をプレゼントってことで。多分ね、これ形的にね、私が持ってたのと同じ、ちょっと丸いね、カーブがついてる。私が好きな形のやつのようです。なんて言うんだろう、こうやってね、パソコンなんでこうやって大きくできないんで、よく見えないんですけど、多分この形の釜、私の持ってるのと同じやつですね。で、これ、年間購読だと、6260円なんですけれども、これもね、お年間栽培マニュアルとかね、こういうのあったらね、
作付けの計画なんかもしやすいなって思った。ちょっとおすすめの一冊です。もう一冊ですね。はい、もうバイブル、もうこれも私本当ね、これ意識が変わりましたね。この本を読んで、草、虫、病気の意識が変わりました。頼高さんの本ですね。岡本頼高さんの、無肥料栽培を実現する本っていう本なんですけど、もうね、頼高さんの本はね、まずね、文章が読みやすい。もうね、開くと字ばっかりなんですけど、あ、ちょうど開いたとこが抜かない草っていうことですよね。そう。この、私がよく実践している、刈る草、抜く草、残す草ですよね。そう。抜くべき草とかね。もうこれ、私は頼高さんの本を読んで、あ、そっかって言って実践してます。それから虫のこともそうですよね。もうね、虫が出たら、もう、うわ、退治しなきゃじゃなくて、なんで虫が出たかを考えるようになるんですよね。絶対原因があるはずなんですね。だから、虫を敵としないで観察の対象とするんですね。草もそうなんですけど、なんで虫が出ちゃったのか。で、その原因が取れなければ、虫どんどん寄ってきますよね。外なんで、飛んできます。だから、一匹二匹殺したぐらいで、完結じゃなくて、元の原因を取らないと、虫はまた来ますんで、そう、虫の声を聞けですよね。なんでテントムシ魂って来るのかなーとか、ね、弱った植物を枯らすために存在するんだよとか、ね、カメムシなんで臭い匂い出すのかなっていうと、警戒フェロモンでアリを警戒させるとかね。そしたらどうしたらその対策になるのかなーとかね。具体的なこと書いてますので、ね、青虫の関係とかね。だからこの本を読んで、あ、植物の弱ったところに虫がつくんだな、虫が教えてくれてるんだなっていうのが分かったんですね。草は敵じゃなくて味方でもなくて生かすんだっていうのを知ったのもこの頼高さんの本ですね。これ本当おすすめですね。次がこの野菜畑ですね。これがね、図解がとっても分かりやすいんですね。キュウリの仕立てなんかもね、こんな風に。あとね、こう、なんて言うんでしょうね。しまった、苗を老化させてしまったっていう時の、どういう風にリカバリさせたらいいのかとか、あ、なるほどねっていう、本当にね、見てるだけで、あ、やってみたいって思う？一番興味深かったのが、玉ねぎの後作ね、何にするかっていうんですね。玉ねぎ抜いた後、今度キュウリを破種してるんですね、これね。種をまいてますよね。これ何がメリットかなっていうと、玉ねぎが吸い切れなかった肥料ですね。残肥を生かして、この根っこですね。玉ねぎの根っこの後、ここを伝ってね、キュウリの根が伸びていくんですよね。これはね、自然農のね、原理なんですよ。不耕起ですよね。不耕起栽培。ほんとね、こうやってね、本当に畑のあるものをね、生かしていくのって本当に素晴らしいですよね。足していく一方じゃなくて、今はね、プラスプラスしすぎてね、畑が疲れてるような印象なんですよね。光の家協会というところから出してまして、私がね、無農薬で本当に虫が来なくて野菜が育つというのを体現して動画にしていくと1年がかりになってしまうので、その仕組み、どういう風にしたら野菜、無農薬なのに虫が来なくて野菜がよく育つのか、脅威の土作りっていうことで、これを読んでいただければ、タイムリーにね、今、ちょうど、もう植えちゃったかな？でもね、夏作とかにもね、活かせると思いますので、ぜひぜひ、ね、自然栽培で肥料を入れずによく育つ秘密をね、ここでね、知ってもらいたいなって思います。もう本当にね、よく読みすぎてて、本棚にあります。すぐ手に取れるところに。これもう自然農のバイブルですね。もう書いてあります。耕さず草を生やして友育ち。自然栽培と自然農っていうのは違うんですね。自然農の方がより人の手を加えていない。私はトラクターを使って畑を耕すけど、自然農は耕さない。で、あとマルチを私は使うんですけど、自然のは使わない。草を使うんですね。一番読んでるページっていうのがね、この連作障害のところですとか、あとこれですね、相性の良し悪しとか、そう、あと後作にいいよっていうのですとか、ローテーションですね、ローテーションなんかもこういうのね、
読んだりしてますね。土壌の pH で育ちやすい野菜とかがあるんですね。そういうのもこれに書いてあるので、その pH も pH メーター使ってもいいんですけど、やっぱりあれ機械なんで、で簡易的なものなので、ちょっと土壌の水分量なんかが違っちゃったりすると、もう数値に変化が出てきちゃうんで、あんまり当てにならない、大体の値が出るっていう風に思ってもらえるといいんですけど、私はそういうの使わないで何で判断してるかっていうと、そこに生えてる草ですよね。そういう情報なんかも載ってたりするので、こんな草が生えてると pH、酸性に傾いてるよとか、中性だよとか、自然栽培してる人はそうですよね。あんまり機械とか使わないで、本当にそこにあるものを見て判断をしていますね。師匠の師匠ですね。の本です。おすすめポイントは、もう年間として一番見てる本がこれっていう感じですね。とにかく農家のテクニックが惜しげもなく入ってるんですね。そっか、これ私普通に習ってたけど、みんな知らないことだったんだなっていう、逆に、驚いた感じですね。ハッシュのやり方ですとか、もうね、一番ね、あ、そっかって思ったのが、キュウリなんですけど、ウリ科って双葉がすごく大きいんでぶつかっちゃうんですけど、ここで向きを揃えておけばぶつかりっこしないんですね。鉢上げの時までね。こういうのですとかね。こう、暦と天候と野菜作りみたいなね。富士山にね、鳥の子の残雪が出たら、春告げ鳥って言うんですけど、種をまこうみたいなことですとか、こういう雑雪っていうのもね、もともと農業が元になってできたものですので、あとこれ24節気ですよね。昔の人の知恵っていうんですかね。こういうのとかね、もう本当に。そういうわけで農業研修で普通に習っちゃったことだったので、知ってたんですけど、で、これの付録がね、また秀逸でして、書き込み作業カレンダーっていうんですけど、これがね、またね、素晴らしい。もうすぐ11月だから、11月のとこ見てみますね。もうね、この季節何をすればいいのかっていうのが書いてあるんですよね。どんな管理作業をするのか、どんなものが収穫できるのか、どんな作業が、あとね、種取りの作業をしますよね、とか。もう、あと、その月の農作業のポイントですよね。もう、エンドウ以外の種まきできません。初霜に備えましょうとか書いてありますよね。そう、うちの作業カレンダーこれなんですね。だから、使ってまーす。もう、ほんと、これね、本を買ってからずっと使ってますね。このちっちゃい欄じゃ書ききれないので、ここに書いたりして、こんな風にね、余白使ったりと。栽培日記ね、なんでつけるのかっていうと、来年の参考になりますよね。ご興味ありましたら、ぜひ読んでいただけたらと思います。それではおしまいです。